皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は加藤学園行修高校の一日体験入学と学校説明会のお知らせをします。加藤学園行修高校は、国際理解の教育、このもとに短期中期の留学制度があり、バイリンガルコースでは 75% の授業を英語だけで行っています。その一日体験入学、こちらは申し込みが必要です。申し込みはホームページの方からお願いします。日にちは8月31日の土曜日9時から12時、そして11月9日の土曜日9時から12時、このようになっています。またオープンスクールもあります。こちらも申し込みが必要なのでホームページの方からお願いします。日にちは11月16日の土曜日9時から12時です。夜間のオープンスクールもあります。こちら申し込み不要なので自由に参加してください。日にちは10月30日の水曜日と31日の木曜日、時間はどちらも18時から20時、このようになっています。それから夜間進学説明会、こちらも申し込みは不要ですのでご自由に参加ください。日にちは9月の11日の水曜日、12日の木曜日、どちらも時間は19時から20時30分、このようになっています。今回は加藤学園行修高校の一日体験入学と説明会、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。